訪れたのは山梨県山中湖村。ここに大型犬ライフを楽しむご夫婦がいます。出迎えてくれたのは森田智子さん、正和さん夫婦。早速お宅の中にお邪魔してみると、めちゃくちゃ持ってますね。4匹のモフモフなワンコたちが待ち構えていました。この子が一番年上のリロです。男の子で、12歳です。はい、最年長のリロとロビン、ベル、レンの4匹のスタンダードプードルたち。一列に並ぶと圧巻の光景です。そんなモフモフ4匹との大型犬ライフを楽しむ森田さん夫婦ですが、実は忘れることのできないある大切なワンコがいます。遡ること今から12年前、当時はラブラドールのルイとニコラを飼っていた森田さん夫婦。ある時、知り合いの保護団体から里親になってほしい保護犬がいるという連絡が入ります。それが推定7歳のこのワンコ。元の飼い主によって保健所に持ち込まれた犬でした。まあ、その時点でだから一人の飼い主からは放棄されて、まあ、保健所に行って引き出しをして、一旦は里親さんに渡したんですけど、その方が飼えなくなったって言って別の人に渡しちゃったらしいんですね。でその3人目の人が無理やりなんか渡されたから、鎖につながれた状態でご飯だけあげられてたから、まるまる太ってはいたんですけど、くっきり跡が残るぐらい鎖が食い込んでいて、で全然歩かせてもらってなかったので全く足の筋肉がなくって、3人目の飼い主にはほとんど世話をされないまま、歩くのもやっとの状態になっていたワンコ。その様子を目の当たりにした森田さん夫婦は、この子は私たちが幸せにすると決意。ロンと名付け、家族として迎え入れました。しかし、これまでに何度も人間に裏切られてきたロン。その心は固く閉ざされていました。なんかこう年は取ってるんですけど何にも知らない子だったんですね。だから全く感情がなくて、別に新しいお家に来たんだっていう不安もなければ何もなくて、あ、出されたらご飯食べるのね、ここで寝るのねみたいな、全く感情のない、心を捨ててしまったかのようなロンを見て、真っ先に寄り添ったのは先住犬のルイとニコラでした。わざと目の前に行って、その2匹でおもちゃで引っ張りっこして遊んでみせたりとか、こういうところ掘るんだよって目の前でやってみせたりとか。だから多分うちにいた先住犬よりも年は上だったんだけど、もうその先住犬たちからしたら子育てしてるみたいに見えましたね。森田さん夫婦も積極的にロンを外に連れ出し、いろんなことを一緒に楽しみました。すると半年が経った頃、ロンに笑顔が戻りました。生きることの楽しさを知り、感情が表に出るようになったのです。1年半後には最初に登場したリロも森田家に仲間入りし、弟分ができる喜びも知りました。ロンにとって初めて訪れた幸せな時間、まさしく人生を取り戻したのです。しかしその生活は長くは続きませんでした。部屋の隅でなんか
動けなくなってるっていうことが繰り返し繰り返しで、だから例えば庭に出てっちゃったら庭で動けなくなってるとか、そういうことがすごいずっと繰り返しで、だからもう全然本当にねその筋肉がなかったから、それで寝たきりになっちゃったっていう感じですね。ネグレクトの後遺症からか、ロンはわずか2年ほどで寝たきりの状態に。見かねた智子さんは仕事を辞め、つきっきりで介護を始めます。懸命なお世話にもかかわらず、どんどん弱っていくロン。それでも行きたいっていう気持ちがね強いんだろうなと思ってました。だから本当に獣医さんにも、もうこの内臓の状態で絶対普通なら生きてないよって、まだ前足が動かせる時はもうすごい前足は後ろでバタ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 して、走りたい走りたいっていうので、本当にうちに来て、ね、3年ぐらいしかその楽しめる期間がなかったから、なんかもっともっと楽しみたかったのかな。お迎えしてから4年が経った2016年11月、ロンは安らかに旅立ちました。一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでした。でも人に何度も裏切られ感情をなくしたロンが、再び人を信じたくさんの笑顔を見せてくれた。ロンは森田さん夫婦に大切な思い出をたくさん残し旅立っていったのです。それから7年、ロンの弟分だったリロに加え、新たなワンコたちを迎えて賑やかに暮らしてきたご夫婦。そんな一家に昨年9月また新たな家族が加わりました。この子のお名前はラプトル君です。まだ一茶になってないです。一茶になってない、一茶になってないです。ラプトルは大型犬ばかりと暮らしていた森田さんご夫婦が初めて迎えた小型犬。お迎えしたのには実はロンが関係しています。妻の智子さんは亡くなる前のロンにこんな話をしていたそうです。生まれ変わって赤ちゃんからうちに来たらずっと一緒にいてあげるから、もう一回ここのうちにおいでってずっと言ってたんですよ。今度来る時はちっちゃいワンちゃんになってきなって、そしたらずっといつでもお膝に抱っこしてあげるからって。さらにラプトルにはロンと同じように胸に白い模様があります。これがロン君、この白い毛。この小さな共通点を見つけた時、ご夫婦はきっと何かの縁に違いないと思いお迎えを決意しました。この子はラプトルとして生きてるんだけども、たまにロンが入るのか、雪が降ったら雪の上をわーって走ろうとか、お庭を走り回ろうとか、なんかそうやってこうちょっと満足したりしてるのかなって。優しい家族に迎えられ、最後は幸せな日々を過ごしたロン。今もまだ森田さん夫婦の心の中に生き続けています。犬時間 YouTube チャンネル、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。